とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントをいただきました。ありがとうございます。今シーズンのタワー、ボスラッシュになってますよね。で、20回のボスが、エンダーセントです。このエンダーセントを、ワンパンで倒せるらしい。ということで、挑戦してみようと思います。まずは、ザコだね。ザコを倒しましょう。で、怒りできてます。うん、もう最近っていうか、周回するのには、怒りを使ってやってますね。これが早い。うん、周回するのには、怒りがすごい向いてますね。じゃあ、ね、ザコが、こう意外と多いもんね、ザコね。終わった。いや、まだいるな。まだいるな。よし。OK。終わったかな？で、やり方ですけども、浮き上がる床があるじゃないですか。あの床にエンダーセントを乗せてあげると、ワンパンで倒せるって書いてあったんだよな。ちょっと乗せてみましょう。いや、難しいよね、実際。よし、OK。え？の、こっち来ないよ。ちょっと待って、呼び寄せましょうか。いった！ちょっと待って。おー、やめない。これどうす、どうすんのこれ。いや、わからん、わからん。難しい。いや、これ難しいな。あのね、床が浮き上がってしまったら、もしもやられたとしても、あの床もうないのよ。なくなるの。なんで、チャンスは1回なんですよね。これ、乗る？来い。いや、やっぱこれ回り込まないと無理っぽいな。よし、で、来い、こっち来い、こっち来い、来い。入らなくないこれ。あ、いった。おー、いけたいけた。多分エンダーセントはこの浮き上がる床には乗れないのよね。乗れないんだけども、この辺に来て、片足が乗るような感じになると、上に登っていって、やられるのかな？おう、なんかよくわからなかったけども、あ、なるほど。こっからね、こう乗ったらダメで、回って、こうやっていくと、なんか成功しましたね。まあ、とりあえず、ワンパンはできました。コメントありがとうございます。では、報酬見て終わりますね。それでは何でしょうか。まあどうせハズレなんでしょ。もう今シーズン良くないもん。ほらほらほらね。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。